さあ、今日も早川神宮球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、こんにちは。スワローズファンの DJ パトリック・ユーです。早川ご来場ありがとうございます。スワローズファンの神宮スタジアム、 Thanks for coming。 今日もみんな応援頑張っていきましょうね。そしてフィルムには東京空港スワローズマスコットつば九郎の妹つばるちゃん出てくるか出てくるか、あ、来た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 、バンちゃん、今日もよろしく。今日もプリティーだね。はい今日もダンス中心にね、そのサーブの皆さんと一緒にチームを盛り上げていきましょう。気になりますか。はい、バンちゃんよろしくお願いします。さあ、先ほどね、昨日の、勝利ゲームダイジェストをご覧いただきましたけども、昨日スワローズは8対2で見事勝利しました。ルーキー吉田大輝投手プロ初勝利、ね、見事なピッチングでした。昨日誕生日のね、古賀捕手もナイスリードでした。ヒーローインタビューも盛り上がりましたね。打っては打線が14安打、リリーフ陣も完璧に抑えてね、投打ががっちり噛み合って見事な勝ちゲームでした。さあ、このいい流れのまま今日も勝利に向けていただきます東京ヤクルトスワローズ。今日集まっていただいたスワローズファンの皆さん、今日も応援の準備はできてますか。はい、大声でのね、声援はご遠慮いただいていますので、手拍子、手を叩いて、ね、選手たちに皆さんの思いを伝えて、共に勝利に向かって戦っていきましょう。今日もみんな応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さて、今日も横浜 DeNA ベイスターズを迎えてのゲームとなります。ベイスターズファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さんこんにちは、ご来場ありがとうございます。共に気持ちいい応援で試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。さて、今シーズンの東京ヤクルトスワローズ神宮球場でのホームゲーム、早くから来ていただいた皆さんに選手からウェルカムコメントをプレゼントしております。今日の選手はこの選手です。東京ヤクルトスワローズの大下です。ご来場ありがとうございます。今日も熱い応援よろしくお願いします。はい、昨日ね、2イニングナイスピッチングを見せてくれました大下投手でした。ありがとうございました。さて、今シーズンはですね、の試合では新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたさまざまな取り組みを行っております。もう皆さんもね、ご存知だと思いますが、ファンの皆様にはいろいろとご協力をお願いしております。VTR にまとめましたので、皆さんスーパーカナビジョンチェックしてください。よろしくお願いします。楽しく観戦していただけるように、東京ヤクルトスワローズより皆様の健康と安心のためのお願いです。球場内ではマスクの着用をお願いします。球場内には消毒液を設置しています。こまめに手の消毒をお願いします。